はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。血病と病生活の気晴らしにね、チェックカード動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんコロナ疲れでね、ストレスがすごいようですけどもね、いかがお過ごしでしょうか。まあね、ステイホームがね、要請されている前からステイホームを実施している人間からしたらですね、まあ特にね、何も変わりませんけども、まあ、僕が感じるストレスはですね、食事に感じるストレスでございます。まあよく考えたらというか、まあ思い返したら、この1ヶ月間はですね、この食事を実質的にね、制限していたせいか、まあイライラしていたように思います。まあ結果的にね、その血液検査の結果というのはですね、思ったようにはいかずでして、まあ、逆に悪化するというその最悪な事態になってしまいました。ええことをやってたのになーって思ったのはね、自分だけでね、まあ、その思いが余計に最悪の結果にテンションがガタ落ちで、余計にイライラしてストレスを感じました。まあでもね、その日のうちに病院でですね、ちゃんと解決策を教えてもらったので、まあ少しはね、正気を取り戻してたんですけどもね、まあしかし今となってはね、その時思い出すストレスよ、またストレスになってしまいます。まあ、そんな僕のストレスとですね、世の中の人たちが感じているコロナのね、ストレスをですね、解消するためにできる簡単な考え方と方法を見つけました。それは食事になりました。心を落ち着かせる、イライラしないために取りたい食べ物、栄養素。ということでね、皆さん、コロナでのストレスで世間を騒がせている恐ろしいニュースもね、これからお話しする内容で、まあ、少しは解決できるかもしれませんので、ぜひ最後までご覧ください。どうしてもね、イライラしてしまう、そんな時はね、以下のようなね、栄養素を含む食べ物をね、取ってね、心をね、穏やかにね、落ち着かせていきましょう。でまずはカルシウムですね。神経や筋肉の興奮性を調整するカルシウムは、ストレス時に尿からの排出量が増えるために、血液中の濃度が低下します。乳製品をはじめ、小魚、小松菜、水菜など、緑黄色野菜にも多く含まれています。続きまして、ビタミン C。ストレス時にはコルチゾールというステロイドホルモンが分泌されますが、その時にビタミン C が使われて血中のビタミン C 濃度が低下します。果物や野菜類、芋類に多く、果物の中では特にイチゴやキウイフルーツに豊富に含まれます。ビタミン B1、 糖質をエネルギーに変えるビタミン B1 が不足すると、脳で十分にエネルギーが使えず、集中力が欠けたりイライラしたりします。また体に乳酸がたまりだるく感じます。多く含む食品は豚肉、玄米、小麦麦芽、大豆や糖類などです。続きまして、タンパク質。ストレス時には多くのタンパク質を消費するので不足しがちです。アミノ酸スコアの高い動物性タンパク質がより必要になります。イライラするときは肉や魚をしっかり食べましょう。 DHA、EPA、オメガ3系油の DHA や EPA はね、炎症を抑え血流を良くします。脳内の血流が改善することで、神経伝達物質であるドーパミンやセトロニンが作られ、イライラの低減につながります。 DHA や EPA はブリやマグロに多く含まれています。その他、ココアに多いデオプロミン、ダークチョコレートに多い GABA、ガバとか言われてますよね。レタスに多いラクコピコリン、バナナに多いトリプトファン、ナッツ類に多いビタミン E やマグネシウムなどもイライラを抑えて気持ちを落ち着かせてくれる効果があると言われています。いかがでしょうか。結構以前からお話ししてる内容に似てますよね。まあ、正しく栄養をとってね、まあ、というか正しいというのは人それぞれの体によって違ってきますけども、まあ比較的にこういった栄養をとった方がいいですよということなので、まあ、外出を自粛させられてる僕ら国民というのはですね、運動で発散もできへんし、ただでさえね、家におれ言われてますので、それだけでストレスですよ。あ、家におれは大阪弁ですね。家にいなさいという意味ですよ。まあ、そんなね、家にいながらできるストレス解消法、まあ、それがね、無理なく普段の生活の中でできてしまう、そして普段から行われている食事でできてしまうという、なんと楽ちんな考え方なんでしょうかね。カルシウム、ビタミン C、ビタミン B1、タンパク質、DHA、EPA をしっかり取れる食生活をぜひやってみてください。
今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。